皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますあなたの心を足掴づかみこのチャンネルではほぼ毎日中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします5月26日地上波では伝えられない中国三峡ダムの元凶です 超高水利委員会によると、朝6時の時点で、水位は150.96メートルとなっています。140メートル台まで近づいてきました。グラフで、貯水位の変化を見ていきます。昨日は15、151.39メートルですから、43センチの低下となっています。2週間前は、本当に間に合うのかなと、かなり疑問でしたが、ほぼ、平均ラインに乗っているペースです。 グラフのカーブからこのまま行くと仮定すると黄色の線の範囲に着地するかもしれません早いものでいよいよ6月ですねダムデータによると三峡ダムでは土曜日から放流量を若干絞っているようですただ流入量がかなり下がってきたこともあり貯水位は下がりつつありますこのペースでいけば6月10日には間に合いそうな感じですね 来るべき洪水シーズンへの備えとして、6月の初めまでに水位を下げると思われます。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。ウィンディーによると、ダムの近くには目立った雲はありません。直近では、水曜から木曜にかけてダムの近くに雨雲が広がりそうです。その後は、土曜と日曜に強めの雨が降りそうな気配です。 気象衛星ひまわりによると、中国の中部に薄く雲が広がっているようです。水曜あたりに三峡ダム近くなった雨雲が、日本列島には木曜前後に広がりそうで、注意が必要です。それが過ぎれば、しばらくまとまった雨はなさそうです。沖縄はずっと雨雲がかかり続けています。また、高砂が飛来してきているようですね。今後、三峡ダムのカバーする範囲に雨雲がかかりそうなので、少し流入量が上がるかもしれません。 範囲を広げて見てみると、中国から日本列島にかけて長く伸びる雨雲。かなり前線は大きく、南に下がっているようですね。アメリカ地質調査所によると、5月22日、日本時間の午前3時4分頃に、中国北西部の青海省でマグニチュード7.3の地震がありました。場所は、長江の最上流あたりの近くと思われます。 震源の深さが10キロと浅く、橋が落ちるなどインフラ面ではダメージがあるようです。去年の大雨の時もそうですが、その後どうなったのかというところはほとんど聞こえてきません。おそらく今回もなかったことになるのかもしれないですね。それではプチ情報です。ダムの上流に巨大ダムができていた件。 三峡ダムの上流に巨大ダムがすでにできていることをご存知でしょうか長江を遡ること1 6 0 0トル2 0 2 0年7月切り立った崖に囲まれたこの地に巨大ダムが完成しましたその名はウードンデダムカラスに東京の塔そして徳川の徳に似た字を書きます2020年に竣工総工費はなんと1.7兆円です 洪水調節と水力発電の役割を持つ多目的ダムでアーチ式のコンクリートダム世界で7番目に大きいんだそうですそのダムは崖といってもいいくらい急しな地形に作られました抵抗は2 7 0ル中央に常用洪水バキが6本と上部に非常用洪水バキが5本あるようですそして注目点は水力発電の取水口はダムの停滞とは分離していることこれは三峡ダムと違います 図のように山をくり抜いてトンネルを掘って下流側の離れたところに出口があるようですダムを作るくらいの場所ですから強固な岩盤と思われますがここを水力発電用に6本ずつ掘っている模様タービンは左右山の中にそれぞれ6基ずつここで作った電気は主にダムのある四川省と雲南省周辺地域と東部に送られているようです そういえば、先日、雲南省でマグニチュード6.4の大地震がありました。2015年の12月に着工して、2020年の7月に竣工わずか4年ちょっとで、1.7兆円のプロジェクトを完成させたことになります。相当、急いで作ったんでしょうね。実は、このダムの下流に、同様のダムが3つあるようです。またの機会に取り上げたいと思います。 さて6月まで1週間を切ったということで三峡ダムのおさらいをしておきたいと思いますそんなん知ってるでという方もそうでない方も是非お付き合いください今回は計画と工事編です計画と工事についてです中国の湖北省宜翔市に位置する三峡ダムダムは1919 19年 尊文が実業計画の中でその建設が構想されましたおよそ100年前のことです当時ヨウスコー委員会というのを立ち上げ現地の調査と実現性が検討されました国民党と共産党の内戦の結果毛沢東を率いる共産党が勝利1949年に中華人民共和国が建国1950年には長耕水利委員会が国務院水利部の下に設立されました 場所はあの武漢になるようですソ連の専門家の力を借りて予備的な調査を開始もともと長江の支流を先にダム整備するという派閥と本流を先に着手しダム建設をすべきだという派閥があり対立が激化していたようです1956年には毛沢東が長江の武漢で遊泳泳いでいる映像を見たことがあるのでひょっとしたらこの時のものかもしれません そして1958年、支流推進派と本流推進派のそれぞれのトップ、そして毛沢東の3者で会談し、この時は支流推進派を支持したようです。ダム建設は利権が絡む問題。本流推進派は巻き返しを図り、いろいろな手を使って、ついには逆転します。1970年に毛沢東からダム建設の支持を取り付けます。その後、時は流れて1989年。 天安門事件が発生するものの、鄧小平、李鵬はこれを制圧。李鵬首相は、もともとモスクワにダム留学し、ダムの副所長などを務めるほど、電力、ダム事業には精通した人物。鄧小平に三峡ダム建設を進言し、のし上がってきた人です。そして、やはりここには建設への利権があったようです。ダム反対を唱える学者や共産党員は除名、あるいは投獄されるなど、さまざまな粛清を実施。 どこの国でもそうですが、国家事業と政治闘争はつきもの。今のナンバーワンとナンバーツーも、裏ではいろいろな駆け引きがあると思われます。実際に動き出すのは、1992年の全国人民大会、全人代で議論が行われました。ダムの建設には反対する党員も多く、最終的には賛成1767票。 反対、177票、危険が664票となり、全会一致が当たり前の全人代では、異例の反対、危険票の数となりました。当局は1万年耐えられると豪語したそうですが、その後、1000年、100年に修正。ラム建設に反対する学者は10年も持たないと厳しく批判したそうです。とりあえず、年は持ったようです。 ダムの工事は1993年から始まり17年の歳月をかけて建設されました総工費は3兆円ととんでもない額ダムの長さが600キロメートルと長いためその流域に住む120万人ほどの人が強制移住させられました十分な保証もされていないとも言われています 反対した人も多くダムが決壊するのではないかと噂されたこともあり責任を問われることを恐れた幹部は完成式典に出席しなかったという話もありますここまで三峡ダムの計画と工事について見てきました三峡ダム近辺での年間降水量をグラフにしてみましたざっくりとしたイメージですのでご了承ください 年間を通じて、一番雨が多いのは7月で、その前後、6月と8月が次に多いようですね。現在、5月ですから、これから徐々に雨が多くなる時期となります。三峡ダムでは、全体的に水位が下がりつつあります。ダムの建設で、洪水は減ったのでしょうか。結果的には、依然として、大洪水は発生しています。 2020年は、80年ぶりの大雨に始まり、5度の大規模な洪水警報が発表され、三峡ダムを通過していきました。ダムへの負荷はさらに蓄積されているでしょう。今年の夏も、大洪水が発生するのか注目されます。引き続き、見守る必要はありそうです。